どうもこんにちは宣伝部長の小市です今日は都知事選に全集中ということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで NHK から国民を守る党の、まあ、定例会見があったわけなんですがその話のほとんどが、まあ、都知事選ということもありまして、まあ、ついにですね、まあ、大津彩加さんのことは触れないと。<laughs> <laughs> いう形になってきまましたね、まあ、結構いろんなことをやらかしてるはやらかしてるんですけども以前はねまあ、それを逐一取り上げてるようなところもあったわけなんですがまあ、特にねまあ特別広告とかも一応やってるんですけどねまあもうそれは意味ねえだろうみたいな感じなのか分かりませんけどもまあ、全く触れずという状況になってきてまあ それについてはまあそもそもね扱わないって方針もあるんでしょうけどもそれ以上にもう都知事選がまあ直前に迫っていてそのまあ対応に集中されてるというふうに私は受け止めましたけど、まあ、そんな中でねちょっと部下が喧嘩しちゃったり <laughs> 大変だなっていうふうには思うところではありますが、まあ、今回もですね、まあ、その記者会見の中身等々についてお話をしていきたいというふうに思います。 はいというわけで、まず最初にですね、なんかゴルフ島というところから小松健さんという、まあ、会社経営者ですねの方が立候補されるということで、都知事選に出るということで、立花さんプロデュースバージョンですね。で、それのがまあ記者会見の冒頭にあったっついう感じですね。まあ、これについては、なんかしばらくずっとこんな感じが続くんでしょうね。はい でえー、っとですねまあ主張としては金持ち優遇ででを豊かにという主張です、ねまあ普段結構立村さんが言ってることと重なってるので、まあ、逆にまあよくひょっとしたらまあ裏でこういう話を、ねまあ、されていたのかなっていうふうに思うんですけども人脈としてはあれですかねなんとなくその斎藤さん人脈っぽい感じがしないでもないんですけど。はい でえっと、それで、まあ、経済格差をどうなくすかということで、まあたとまあ、それについては2つ方法があって、えー、お金持ちに増税するのもあるんだけどそれについてはすでに高水準であって、まあ、これただでさえ今逃げ,逃げようとしているわけですからこれ以上は逆効果ですよね。はい、ということなのでそうじゃなくってむしろ富裕層が消費するように、まあ、仕向けましょうということでそれによって経済が活性化すると。 いうお話でですすねね非常にまあシンプルですよ、ね、なんですけど現行の制度だと消費すするのが難しいって感じですねだからお金はたくさんあって使いたいんだけどまあまあいろいろその使いづらい状況がある。結局お金を資産を増やす方不動産買ったりとか金融資産買ったりみたいな感じで。 資産から資産にみたいなことはね、まあ、結構動いてるようなんですけれどもそれってお金持ちがただ富むだけの話なんで消費の方にはまあなかなか向かわないらしいですねということなので、えー、お金持ちの優遇税制っていうのを入れて100万円以上もの,のを買うとまあ控除だよということにすると、まあ、そうするとその分めっちゃ使うよねということだというふうに思います。はい まあだからど,どうなんですかね。まあ、ふるさと納税のなんかこう、お金持ちバージョンみたいな、簡易版みたいな感じですかね。はい。で、えっと、それで、サービスの場合は10万以上みたいなとこですかね。で、えー、っと、いうところですね。はい。だから、まあ、これはまあ、シンプルですけど、めちゃくちゃいいかもしれないですよね。はい。だから、 はいだから、まあ控除されるってうことなのでまあその分まあうまい仕組みを,を作ればいいとは思うんですがまあその,あの税収がその分減るんですけどそれがそのまま消費に回るということで経済活性化という意味においてはプラスですよね。だからこれがね恒久的にずっとやるのが正しいのかどうか分かりませんけどもでもこれをねまあ東京だけでやったら本当に世界中からお金持ちが集まってくる可能性が。 あるとというところですよねまあ、すでに安全であるとかご,ご飯が美味しいとかねまあそういうとこは担保されてるわけなのでまあまあ居住の地をどこにしようかみたいなことにおいて選ばれる可能性はねまあ出てくるというふうには思いますけどねはいということですとまあそれ以外にも、えー、デジタル住民制度とか等うですねまあさすがえっ、ー、と AI 系 AI じゃないや AI, AI もやってんのかなまあとにかくえっ、ー、とですね、えー IT 系社長でいいのかなまあ、と思うんですが、まあ、とにかく、うあと、最後にゴルフ、ゴルフ進行っていつ出てくるのかなと思ったら、最後にちょろっと出てきて、ゴルフで何かをしたいって話は全然出てきませんでした。だから、<laughs> なんで、なんでゴルフ塔なのか、ちょっとよくわかんなかった感じがしますが、まあ、まあ、基本的にはゴルフ塔っていうのは、おそらくまあ、結構前に作ったんですかね。まあ、というのもあって、とにかくその箱を使いながら、えー とですね金持ち遊具みたいなことについて主張していくということですね。はいだからあと主張としてはまあなんだろうな一般的には刺さりにくいと思うのでどんだけこう一般庶民にメリットがあるかみたいなことがもっと主張されると刺さるんじゃないかなとは思いましたね。まあ少なくともお金持ちにはめっちゃ刺さる政策では <laughs> あるとは思います。はいで とそして、えっと、これは立花さんがね、まあ、そんな感じで、今回のこの立花隆プロデュースということでゴルフ塔で、それ以外を含めて計8名擁立する予定ですと。で、N 塔から20名ってことなんで、計28名。だから、ポスター掲示板を28名分、まあ、確保しましたっていう感じですね。だから、おそらくですけども、掲示板はもうあの足されるのがもう,こう決まりみたいな感じですかね。はい。どういう感じになるんですかね。えー、っと、はい。でも、多分、 考えてあると思います上にちょこっとこう1列足せるとか横にとかなんかい,い,いくつかバージョンがありそうな気がしますね。はい、でえっとそしてですね浜田さんは、えっと今総務委員会で質問されていてこれちょっと後でもやりますけども蓮舫さんのですね事前運動について、まあ、質問したところまあこれめっちゃ話題になってましたよね。 ここれについいてはももうう来週もやりますすと <laughs> いうことですね。なんか結構蓮舫さんとは浜、まあ、田さんも橘さんもそんな悪い関係性ではないんですけども、まあ、その、まあ、方に対して、まあ、しっかり、ね、やっぱり問題なことは問題であると突っ込めることについては素晴らしいんじゃないかなというふうに思いました。で、えー、とそれで、まあ、この質疑応答の中で橘さんがこの事前運動ですね蓮舫氏の事前運動に対していろいろ答えていて。 で、まあ、この事前運動にあたる3要素っていうのがあるらしくってそれがまあ選挙名ですね、まあ、今回で言うと都知事選っていうとかそれから、えー、立候補者名ですね蓮舫っていうとかでさらに投票の呼びかけをするとアウトであるとすでに蓮舫さん自身が私は私蓮舫は東京都知事選に立候補しますっていうことを言ってるわけですから。<laughs> <laughs> これはもう最初の2つは完全に満たしていて今議論になってるのは投票の呼びかけに当たるのかということですね。で枝野氏がもう勝ちましょうまで言ってるわけだから合わせ技でアウトっていう話もあるんですけどこれについてはねちょっといろんなあのメディアが結構突っ込み始めたのでこれはまとめてやっていきたいと思いますって感じですかね。だから あのようやくといいますかね以前から浜田さんがこうおかしいよねって言ってることはみんなおかしいよねって思ってることおかしいよねって言ってくれてるんですよねただメディアがなかなか取り上げてこなかったんですけどさすがに今回の件はあの一部メディアではありますけれども取り上げられつつあって浜田さんが国会で質問されたっていうのもまあ引用されるようになっているという感じですねはい、まあ、どんどんメジャーになっていく浜田さんって感じですねでえっ、ー、と そしてそれを映したね AN つまりテレ朝も同じ罪なんじゃないかというお話ですねだからあれをね映したのが私なんか各社やってるのかなと思ったらどうも AN だけっぽいのかな、まあ、あるいは他も取材に行ったのかもしれないんですけど、はい、まあなんかねテレ朝が抗戦法を知らないんじゃないか問題するまが上がってるらしくって。 まあしかし危ういですよあれそのまま流すなんてちょっとね、どう,どうかしてるとは思いますが。でし、しかもね、特別に1候補だけで。で、まあとにかく、立花さんとしては、翼の党と同じく、警察はまず警告するべきだろうということですね。だから、まあいきなり逮捕とかねい、いきなりアウトにするんじゃなくまて、まあ、警察としてみたら、まあ、こんだけね、やっぱり報じられているものですから、 あの警告すすべきななんじゃないですかみたいなお話でしたねたねだなんか結局小池さんにかなりそんかなりそかなり忖度する形で翼の党がまあまあ、まあ、た逮捕されるというか何て言うんだろ特別シフトが組まれたじゃないですかだから何て言うんだろうなその警察官というか警視庁にしてみたら今の 給料払ってくれるののは東京都知事の小池さん。だけど次は蓮舫さんになるかもしれないっていう中で警告とか出しづらいよなっていう感じでねまあこの辺についてやっぱりね警察のためにもあのやりやすくするためにもあのまあすごく分かりやすいルールみたいな要するになんかこう解釈が効きすぎるやつっていうじゃなくってね、まあ、もうちょっと分かりやすいルールにしてあげるべきだと思いますねそれは立候補する側にしてもそうなんですけどねはい。 えっとそして、えっと、昨年10月の所沢市長選挙においては同じ構図ですで、まあ、に書類送検されていると。でそこれはね多分一発だけですよね多分そ,のそれ言ったからその。 えと警告とかじゃなくておそらく一発選挙終わった後にまあいろいろ言われて書類送検に至ったのではなかろうかって感じでね、まあ、この辺もだから警告もなしでねやっぱりなんかこう書類送検もなんかおかしいような気もするんでねはいということだと思いますと、まあ、この辺もなんかねあの期間が短いと警告し,してる間に選挙終わっちゃうみたいなところがあるらしくってだからねまあ やっぱりルールー整備いいるよねねと思いました、ね、もう少し分かりやすくす分かりやすくするべきでしょっていうのはやっぱあるんだと思います。で、えー、っと、それから蓮舫してのは過去にテレ朝で仕事していたから応援なのかという質問に対しては、まあ、テレ朝が応援してるのは間違いないって言ってました、ね。<laughs> まあそりゃそうやろって感じですよね。まあ、小池さんっていうよりは蓮舫さんって感じですかね。メディアがでも結局ああやって応援してね、民主党選挙が誕生したはいいけど、まあ、 なんていうかなむちゃくちゃになっちゃったっつうところでまああんまりフェアじゃないですよね。自分たちが嫌いな政権特に安倍政権の時はアホみたいに叩いておいてでそれこそ安倍やめろっても,うものすごい大声でみんなでね邪魔したのにあれを問題視にせずむしろそれを咎めた安倍総理が悪いみたいな言論の自由がみたいなねでその言論の自由だって言っていた翼の党は逮捕みたいなね <laughs> いう感じになっていて。 まあね、やっぱり彼らがやっぱり文句言いたくなるのもわかるような感じはしますけどね。で、えー、とそしてポスター戦略の意義についても、まあ、今回結構分かりやすく解説されてましたね。であの、まあ、要は先ほど出たゴルフ島の方が言ったことであるとか、まあ、最近立花さんが言っているお金持ち優遇の話も絡めてなんですけど、えー、と政治団体として今ね、まあ、要するに 王室さーに乗っ取られた状態にあって今破産状態なんで使えなくなってしまった国政政党というね箱がねなので今一政治団体であるとでそうするとお金がないからどうやって資金を集めるかっていうことをまあ、知恵を絞ったとでまあ思いつくのは普通はね、まあ、政治資金パーティーってやつですよねはいで今裏金等々で問題になってますけどでもこれをやると結局まあ そのの来てくれる人のねまあこれはどうなのかななんかこれって特定の団体がついてるとそうなのかもしれないけど立花さんとかが普通に政治資金パーティーやりますみたいな「立花が楽しいこと話します」って言ったら結構な人来ると思うんですけどあの <laughs> どうなのかな。だから 他の政党が特定の団体がついてる人がやるのと立花さんがやるのでは全然違うような気がしますけどねまあただなんかそこについてるイメージが嫌なのかもしれないですよねあるいは来た人は来た人でいや俺こんなに払ったんだからってのはあるかもしれないけど、まあ、そもそもいろんな人がいっぱい寄付したり応援したりねしてるわけなので、まあ、ある種の要望はすでに何か要求され かねないっていうかまああんましてないとは思うんですけど、まあ、そういう状況はなくはないって感じだと思うんですけどねまあここはちょっと私はよく分かんなかったです。<笑><笑>でえっ、ー、とそれでえっ、ー、とポスター戦略一方でポスター戦略っていうのは自分のアピールしたいことをポスターにするわけだから自分たちになんか求められるわけじゃないですということですね。はいで、えー、と,とにかくまあこう 選挙に参加する人をまあ増やすだけってことでまあだからポスター戦略は出す人にもメリットがあるからまあウィンウィンの関係性ってことですよねだから政策としてこういうのをやってほしいという要求はまあ来ないよねってことをおっしゃっていてまあそれは本当にそうですよねめちゃくちゃまあ、ある意味クリーンそういう意味においてはクリーンですよねもう大津さんとかに言われせるとこれがダークってことになるんでしょうけどはいでえっ、ー、と そして、まあ、結局何か求められるわけではなくてむしろこれが寄付になっていくっていう感じですよね。まあ、とにかく、まあえーっとですね、それに絡める中であの、まあ、いろんな形で、ね、選挙に参加する人を増やしながら盛り上げながらでも、まあ、政治としてはお金がある人つまり有能な人ですよ、ね、が引っ張らないと弱者に幸せがいっちゃうよみたいなことですね。これは最近強く言っていて特に代表権騒動で痛感したんでしょうね。 なんかその世の中にはいくら説明してもわからない人がいてむしろ逆恨みされるっていうね、まあ、非常に地獄みたいな出来事が起きるってことでそれは確かに私も旗から見ながらそ,そりゃないよねって <laughs> いうことが起きるわけなのでそこは今まではその方々からまあなんてうんでしょうねちょっとずつお金が集めるのがいいっていうふうに思ってたようなんですけどまあそこについてはそうじゃなくて。 あのお金持ちからお金をもらったりとかっていう方針転換しあるいはそういった方々に政治家になってもらってで有能な人に政治を動かしてもらうそして会社を会社を会社をねハンドリングできしたように政治の方も、まあ、やってもらってそのことによって国を富ませてそして弱者はまあ福祉で救っていくというような方針に変えたっていう形ですよね。はい でとにかくこのポスター戦略に関しては今後は、えー、っと全国に展開していきますと。まあ割と都市部の大きめの選挙においてはこれ全部使えるっていう話になってくんでねまあまあすごいですよね。まあ、この流れでまあ何て言うんでしょうねポスター掲示やめましょうみたいな流れになるとそれはそれでね、まあ、税金の節約になるような気はしておりますというところですね。はい、で、まあ、とにかく こう今年年をなんか革命元年とししたおっっゃ本当になんかこう、まあ、政権を取るっていうんですかねいうことを宣言されていたのでこれはやっぱり本気のようですね。まあ、とにかく民主主義は危険っておっしゃっていてまあそれはなんとなく私も感じてましたけどただ結論はちょっと出ないなっていうところですよね。 まあだからこの辺もね逆に言うとその民主主義を完全否定するとまた危険になってしまうのでまあそういうわけじゃないんでしょうけどねなんかうまくいい制度みたいなことを試行錯誤しながら要するに何でもかんでも同じっていう悪平等ですよねがよろしくないっていうところでそれはねその政治に限らずいろんなところではびこってますよね一見みんな平等ですっていうふうにするけど人それぞれ状況が違うから その同じように同じ機会を与えちゃうとそれ不平等になるよみたいなことがあるわけですよね。だからまあまあそれってまあ今の学校とかの授業がそうかもしれないですよね。能力がまるで違うのにあるいは性格もまるで違うのに同じ授業をですね一つの箱の中に入れてですねでやるってあんな地獄ありますみたいなね。 もう今やだってまあ大人になればですよ自分で選択して、まあ、勉強したいものをしかもその最高のものをネット上で手に入れることができるっていう状況であるにもかかわらずまあ子供が大事と言いながらなんか本当に古いことをそこでやってるみたいな感じでね、まあ、古いのはまあいいとして、まあ、そこでみんな平等に教育の機会を与えてるから、まあ、こういう悪平等ですよねそうじゃなくってみたいなのがあるじゃないですか。 だから、まあ、ある種、何て言うんだろみんなが同じ方向を向いてね、労働力がいっぱい必要でみたいな時は、今のやり方でよかったのかもしれないけど、まあ、今後は、まあ、AI もかなりあの優秀になっ,てなってきて、一般労働者の行き先がなくなっていくっていうことを考えると、今の教育の在り方もどうなんだとかね、含めて、確かに民主主義が機能し、今の民主主義が機能しなくなってるんで、新民主主義か。 みたいなものがまあ民主主義を起としながらまあいい部分を残して決定の部分についてはもうちょっと考える余地があるのかなという気はしてますね。まあ、結果として自治体なんかでもなんか大統領制っぽくなってるじゃないですかね例えば東京都なんかでも土地はすざまじい権力を持ってるとかって一方で国政の方ではそうなってないとかね、まあ、ちょっといろんなまあ仕組みそのものでなんかこう うまくいってるところのやり方を反映できるといいのかなとは思うんですけどねまあ、この辺はちょっと難しいテーマかなというふうに思いましたはい、はい、というわけでねまあ都知事選に向けて、まあ、大変ですよねだいたい普通はねあの NHK から国民を守ると1人で出してまあ今,今回で言うと例えば福永弁護士を出しますってなってそこだけでも準備だったり応援するのでも大変なのに。 20プロデュース含めて28名ですか。で場合によってはもっと増えるみたいな感じで <laughs> これこれ本当事務局も大変だしまあまあそうそこの対応しなきゃいけないっていうので。 まあ正直大津どころではないっていうのはわかる気がしますよね。で、加えて、加えてなぜか斎藤 VS 浜田みたいな, <laughs> な、なんでそんなこと起きるんだみたいなことがあったので、それについてはちょっとね、えー、別でいろいろお話をしていきたいというふうに思います。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。